と、その大麻の、その地域名、地方名、いろんな言い方があって、まあ、天照の草っていう言い方もあるし、天子草。で、まあ、母子草も大麻のことを表すときあるね。母から子にこっそり教えるから。で、魔女がね、ヤマンバがね。で、あるいは、母子水草。まあ、母水草、子水草。要するに、ありのままになりよるし、しかも、ありのままやのに、湖水と。そういう命名やね。いろんな地方名があるから、また思い出したら紹介してあげるわ。